はい、それでは今日はこれです。アールスアポロン栽培日記、今日は、9月の19日、この間前回が9月の17日中1日でこれだけ大きくなりました。定点観測のエクボがあるメロン、まだカンカンと硬くて、まあでも日に日に毎日伸びていってる。これで玉釣りをします。こんな感じ。平らよりちょやや高めで、これもこれも、で葉っぱがこっちの表面がペロンってくっついてるとネットに影響が出ちゃうから、こう葉っぱの裏に、裏だと全然大丈夫。9月の11日に交配して、今日が19日だから8日か、交配後8日。まあ大きさ的にも悪くないでしょう。もうお尻がチラチラネットを着てる。定点観測のメロンでいくか。うん、これもほらネット来てる。8日だから、まあ10日、11日12日ぐらいで回ってもらっても構わないんだよな。多分まだ玉伸びはそこまで。でこっちがいつものメロン。やっぱりこうだよな。そうなんだよな。ほらこっちの方が序盤の第一肥大的にはこっちの方がいいね。そして長めに出る。こっちはやっぱり丸い。こうやって長めに出た方が多分最後の仕上がりになった時にまん丸になるから、これぐらいの長さでいきたいんだけど、硬さ的にもいいね。お、残ってた。今のところ順調。ずっと天気いいね、このところもまた、うん、そして暑いですね。9月の17だからな、まだまだ暑い、残暑が。まあでも夜はだいぶ本当に何度も言うけど涼しくなってきた。育てやすい。で金、こっちの上の葉っぱも膨らめるような管理で、ちょっと水を残し目で今回は行ってます。やっぱこっちの方が葉っぱが大きいな。その違いはあるな。葉っぱの大きさがちょっとまだ小さい。まあでも摘心して数日経ってこう軸もだいぶ太くなってきて葉っぱも膨らんできたから、もうちょっと水を、まあでもいいな、そこまで何入れ込むっていうほど入れ込まなくてもこれぐらいでちょうどいいかなと思います。こっちの方がやっぱりいつも的な、いつも作ってる感じの玉になるな。やっぱりちょっと、やっぱり血がちょっと違うんでしょうね。そんな感じがします。お尻もね、こうちょっとこう丸く、デベソまではいかないけど、こっちはもうほら平らなんだよ。こういう意味でね。こっちはややポコンと、まあデベソまではいかないんだけどちょっと丸、だから本当にまん丸に育ってる。どうなっていくことか。後輩8日目なので、こっから50日ぐらいでしょうね。だいたいだから11月の10日、8日から10日ぐらいが収穫になるかな。はい、ここまではまあ順調に来てます。まだまだ毎日暑いですけど、この時期はもう水を切らさないように、玉を緩めないように水を切る切る。
切らしちゃうと玉が緩んできて、大荒れの原因になるので、乾くちょっと前にもう水をかける、しおれる葉っぱがこうテレンと行く前にもうかけるっていう感じで、水の管理はやってます。はい、まだまだ、ここは一番シビアなところだからね。ネットは決まるまでは多分このネットメロン、マスクメロンを育てる段階の中で一番、水管理をしっかりしなければいけない時期です。今度は次はもう玉釣りまで行っちゃったので、これ以上の いじる仕事はないので、あとは管理をしていく。な、次はね、第一ネット縦ネットがこう入り始めた頃に、次の動画を撮りたいと思います。多分あと3日ぐらいでネットが多分入り始めると思う。はい、なので次はまあ、9月22日ぐらいかな。はい、玉釣り作業的なものはメロン終わりました。次はここからはあとは管理をシビアにやっていきたいと思います。それではイエイ。 Thank you.